まあ、あのこの目標はですね、うん、東京都というのはこれだけど、まあ、あの世界的な大都市でありながら東京都の中にものすごいたくさんの森が残ってるっていう非常に不思議な大都市で、うん、でそのあたりがですね、あのもっと世界にそれを知ってもらいたいっていうのもあるし、そういう東京の木を使ってもらいたいっていうような思いもあって、僕もそれは近くの木使うのが一番輸送で CO2 出さないしいいなっていうのものがあって、あ、応援したいなと思って目標の館長っていうのをお引き受けして、それで3年ってことになるんですよね。なので、まあ、あのそれの記念 の対談ということで、これはぜひ養老先生に出てきていただきたいなと思いまして、僕とはね、あの石原さんの頃に花粉の少ない森作りっていうので、あ、そうですか、あの亡くなったニコルさんと一緒に呼び出されたことがあります。それはどうやると花粉が少なくない森に。いや、その後ね、干ばつをやるってことと、その後花粉の少ない品種の杉を植えるとかね、とにかく切るっていうことがまずあれでしたね。杉林がちょうど70年頃のいわゆる拡大造林ってやつで非常に広がってたんで、それを25年ぐらいでとか30年で大体杉は花粉量最大になるんで、はあ、その年代の杉を減らそうっていう、で実際にそれで、あのその新しい品種のもの杉は随分東京でも植えられたんですかね。どうなんですかね、僕見てないんで分かんないんですけどあ、そうですか、まあ、ともかく杉は植えすぎですよ。4割が人工林ですか、日本は。そうですよね。小池さんは環境ってことは、あのクールビズはじめ昔からずっと関心を持ってたけど、その木っていうところと都市づくりをあのこう つなげてくれればいいなと思ってて、でそれがこのモクションで初めてなんかはっきり見える形で出てきたのがすごく嬉しかったんですよね。あの当然環境はその都市づくりにつなげていいんだけど、ところが普通それをつなげて考える人って意外にいなくて、環境は環境の専門家っていうのはその二酸化炭素の問題とかね、いろんなエネルギーの問題に注目してるけど、都市づくりみたいな形の方にそれが結びついてくる方ってあんまりいないので、都市づくりの人と環境の人ってなんかねこう違う領域の人みたいになってつながんなかったんだけど、今回のモクションは初めてそれがこうちょっとつながった感じがして、それで嬉しかったの でやっぱりそういうセンスを持ってる人がこう日本にもどんどん出てくるといいなと思っていて、まあ、ヨーロッパの場合はやっぱりその日本ほどあの人間が多くないって言って、割と少数 の、まあ、建築の世界なんかも政治の世界なんかももう少し小さいソサエティでやってるから、なんかこう都市づくりの人環境の人が近い感じするんだけど、日本ってやっぱり人数多すぎるせいから、なんか違う分野の人みたいになっちゃって寂しい感じがあって、そこをねつなげるともっと日本の都市っていうのを都市デザインの中にも環境の要素が入ってきて、それをね僕はやっぱこれからの日本の都市デザインの一番の課題だなと思ってるんですよね。一番のやっぱり関心っていうかねは災害です、自然災害ですね。特に南海トラフ、一応2038年っていう予想が小池先生が出されてますけど、38年っていうとじゃああと15年ですよね、で普通ともそうだと思いますけど、政府も災害そのものに注目するので、問題は私はその後が問題だろうと思ってます。いわゆる復興復旧ってやつ、復旧は元に戻すっていうんで、復興は全然違いますね、新しい形を作っていく。だから新しい形を作っていくときに、その多極分散型の社会に日本はなるんじゃないかな。一番面倒くさいのは物流ですね。物流って結構重要で、今言われたように近くの森林から住宅その他の材料を得ておくっていうのは流通にそれほど頼らないですね。最近あの歴史の本を読んでたら、要するに平安時代が終わって、鎌倉幕府に移りますが、ああいう政治的な変動も、要するに物資の力が強くなったんで、それは
言われてみればそうだなと思うのは、うん、あの京都が巨大都市だった当時は、うん、そこに物資を運ばなきゃな、うん、ところが当時工場記に書かれているように、うん、天災が続いて、うん、地方も飢饉で、うん、都に物を運ぼうにも、うん、途中に山賊海賊が出てそれで侍が力をつけてきた、それがずっと江戸幕府が続くわけですね。うん、だからこう狭い国ですけど結構流通っていうのは首根っこだったんで、うん、それで水に頼ってますから結構、うんうんうん、やっぱりその先ほどの平野がほとんど大日本の構造っていうのがあのもうずっと尾を引くわけですよね、はい、だからもう基本的には谷で分断されていて谷の奥の方までは流域圏でつながっていくけど、うん、それをこう横断するような流通っていうのは非常に難しいあの国だったわけで、だからそのやっぱりその流域圏っていうものが日本の文化の根幹を成していたっていうのは感じますね。だからそれが結局武士を生んだらそういう構造の中から武士が生まれてきたっていうところがやっぱり日本の武士の発生の面白いところだなって気がしますね。だから木はねやっぱりあの木のこれだけ木が残ってるのはやっぱり切り出すのが大変だったっていうことがやっぱり、ね、基本的にあるわけですよ。大事にしたっていう以上に、ね、切り出すのが大変だったっていうのがあって、だからそのかなり古代からやっぱりもう木の不足っていうので、だからその大きい木が取れなくなるっていうので、でその常にその鎌倉時代の大仏再建の時にね、大きあの奈良時代のと同じような太い柱っていうのはもう手に入れられなくて、それでその木を手に入れるのがめちゃめちゃ苦労するって、鎌倉時代にそんな木を手に入れるのが大変だなんて僕ら想像できないんですけど、日本はやっぱそういう構造だから鎌倉ですね、という問題が発生するわけですよね。でそこでやっぱりその足りない木の中から木の技術も生まれてきたってところも面白いところで、だからその鎌倉のその大仏だと柱が今でいう修正材と同じやり方になってて、その束ねるわけですよ。で束ねてそれをその金属でこうつないで、それでなんとか一本の柱にするなんてことをね、鎌倉時代にやるなんて、例えばヨーロッパの歴史でいうとね、やっぱちょっと考えられないようなその 木を手に入れるのが難しいっていう文化なんですよね。だからそういうふうにところで知恵を絞ってきて、ずっと慢性的にその木材っていうのを手に入れるのが大変で、でそれがまあ未だにずっと日本人の木の木造文化の根っこにあるところが面白いところだなっていうふうに思いますね。ね、もうそれは明らかに建築雑誌の中のページをめくるとね、ちょっと前まで 10年前まではめくるとみんなコンクリート打ちっぱなしのグレーのページはモノクロとカラーの区別がつかないぐらいに日本の建築雑誌って色がなかったんですよ、ね、でところがここのところ来て随分色が出てきたからね、やっぱりその建築雑誌一番 それをリードしているような若い元気のいいデザイナーたちが木っていうものに目覚めたっていうのは、日本人の根本になんかそういう木に対する愛情みたいなのがあるんじゃないかなっていうふうに僕思ってて、それがやっと今蘇ってきたんじゃないかなっていうふうに期待してるところなんですけどね。確かにコンクリートっていうのは合わないんですよね。僕も鎌倉で育ってるんで、子供の時に遊び回ってたお寺の境内ですから、お寺の建物って触れたんですよね。鉄筋コンクリート触れない。夏はカンカンに暑くなるし、冬は冷たいでしょ。だから木だと木造だとそれがなくて、お寺の欄干なんか走り回って怒られるんですけど、よく走って遊んでましたね。だから足触りもやっぱし裸足で歩いてて、こう気持ちいいって、コンクリートのカチカチに冷えたやつなんてもう裸足で絶対歩けないし。まあ、それが木だとね、なんかその床に床どんな暑い日でも床を触れば少し涼しいみたいな感じが、その木の床でもそれから畳の床でもあるわけだから、そういうものが与える人間の身体へのこうなんかある種の幸福感っていうのは、そうですね、自分違うかな。コンクリートの街は触ることを拒絶してるってアメリカの寿命者が書いてましたけど、本当触る気がしない、
建物なんですね。だからそれのコンクリートはまた角を直角の角もピンピンにみんなするからね、本当に角にぶつけると子供が怪我するみたいな。だから木ってやっぱり子供が走り回っても怪我しないようにできてますよね。どっちの先か分かりませんけどね、気持ちの方が変わっていくから、そういう日常的に接するものに対する要求が違ってくる。まあちょっと計算づくできてますから、今まで少しみんな疲れてきてるんじゃないかなって気がしますね。自然のものってそれが割合きちんと計算できないんですよ。基本的にはノイズになっちゃうんですね。医療もそうですけど、きちんとした医療っていうのはやっぱり検査でいきますね。そうすると皆さんが、患者さんが全部数字に変わっちゃうんです。それで数字に変わらない部分はどうなってるかって、それは本人ですね。すると本人が来るとまあ邪魔なんです、うるさい。あっちが痛いのこっちが痛いの文句でしょ。それは医者から見ると何かってノイズなんですよね。あ、要するに数字に乗ってない、その部分は、要するにデータ化されてない、本人がいらない社会を人間どんどん作ってきた。だから患者さんを見ないっていうか、手も触らない、顔も見ないクレームが出てくる。あ、それはもう僕は限度が来てるんじゃないかな、特に日本の場合は。面白いですね。人間自身がノイズっていうふうに扱われちゃってるってことなんですね。いや、それは僕はよく話すんですけど、鎌倉の銀行でね、ちょっと手続きしようと思ったら、先生本人確認の書類をお持ちですか。それで、だいたいそれ運転免許だと分かったら、僕免許持ってないんで、健康保険証でもいいんですけど、ね、向こうは言うけど、ここは病院じゃないだろう。そしたらね、向こう困りましたね、分かってんですけどね、私だって分かってんだけど、本人確認の書類がいる。それで一体これどういう問答なんだろうと、それでしばらく考えてるうちに気がついたのは、本人確認の書類が大事なんで、本人の私はいらないんです。本人はノイズなんですよ、そういうシステム。余分な情報がいっぱい詰まってる。それは当面のシステムと無関係の情報ですから、それはコンピューター側からするとノイズですね。なるほどね。現代社会ってのは人をノイズとして扱う社会。ああ面白いですね。だから木なんかもね、そういう面でいうとね、木材ってノイズだらけでしょ。なんですよ、はい、で木目なんかもね、もうノイズだらけだから、でそれをね、でもその ノイズをうまくなんかね、こうバランス取るのを昔の大工さんは分かってて、で僕らはその 木材で使う建築を例えば日本以外でもやるわけですよ。でところがで、ね、それで出来上がりを見るとね、現場行ってね、唖然として、あれなんかこうえらいうるさいぞとか、なんか日本で作った時と様子が違うわけですよ。でお前これ図面通りじゃないだろうって言って、こう測らせるとね、あ20ミリで80ミリのこういう格子になってるって図面通りにできてるんだけど、その実は20ミリ80ミリの寸法合ってるけど、その木目っていうノイズをどういうふうに取り扱うかっていうのは、実は図面に書けない部分を大工さんが適当にやってくれてたわけですよね。でその部分を日本の大工さんは適当にうまくやってくれたけど、向こうのその工務店はそこをね、ノイズを取り扱う技術がないから、もうなんかね、とんでもないことになってるわけで、ここらはね、やっぱ僕らは図面、僕らの図面っていうのは、それで言えば、一種の、エンジニアリングみたいな、テクノロジーみたいなもんっていうのは、その本当に自然というノイズの一部しか管理できてなくて、大部分の管理、その自然の管理っていうのは、大工さんの、ね、経験みたいなところに依存してて、僕らの持ってる建築技術というかセンスみたいなものはもう本当にちっぽけなもんだなっていうふうに思い知らされるばっかしなんですよね。だからね、木取りなんていうのはね、その大工さんはね、ここ その辺が どういうふうな太さの木でどういう木取りをすればね、うまくいくかっていうのが徹底こう頭の中に叩き込まれてるから、まず木取りって発想はね、日本以外ではあんまりない。
だからその気取りによってどういうふうに柾目ができるか、どういうふうに痛みができるかっていうのは日本以外の国ではね、こうそういう技術は全然発展してない。だからそれをね、やっぱりその戦後にどんどんその気取りっていうところも失われてきて、その戦後のまあ和風建築を作った一番の建築家は吉田磯也って言われてる、歌舞伎座、僕の前の歌舞伎座なんかをやった人がいるんだけど、彼はその圧倒的にこうノイズのない柾目だけを重要視するわけですよ。でも痛みを嫌ってね。でそうするとこう太い柱の時にね、こう角に面取りするんですよ。そうするとこことここで45度の面ができるとね、2つの面は柾目っていうのはね、気取りのやり方であり得るんだけど、45度の面はその場合でも絶対柾目にはならないわけで、ところが吉田さんはそこも柾目にしろって言うから、どうしたかっていうと結局そこにテープあるの。で練り付けっていうテープを貼ってて、全て柾目で練り付け、ノイズのない柱っていうのを実現しようとするわけで、結局それがね、戦後の一番の和の巨匠がそういうところにまで行ってしまったっていうのはね、時代を象徴してるなって思うんですよね。もう多分皆さんそういう社会に疲れてきてるんじゃないですか、ね、だからこういう藤森さんみたいなノイズを、ね、めちゃめちゃでしょ、ひびは入ってるわ、曲がってはいる。そう、これなんかやっぱりね、吉田医師さんの対局行ってますよね。いや、僕はなんかそういう点で藤森さんを見るとすごく面白いなと思いますね。いや、まあ一番の眼目はさっきも言ったけど、38年に予測されている南海トラフですね、首都圏直下型が伴う可能性高いので、そのあたりで、そうすると東京が大変なことになるわけですね。その後南海トラフって日本全国ですから、日本の歴史見てもその首都圏とその日本全国にそういう天災が来るときは非常に大きな変化が生じるんですね。あれがそうだったんですよ、黒船来航の時が、あれ嘉永6年で、嘉永7年が安政が、安政元年、年号を変えたのはやっぱり東南海あって、江戸の直下型があった、それで年号が変わってるんですけど、それで何百年も続いた武家の政権があそこで消えちゃうんですよ、だからそういうことが起こると、こうやって地方に行くのをどうのって言ってるよりも先に行かざるを得なくなる、太平洋岸の港は津波でかなりやられるでしょうし、要するに海を含めた流通が非常に危な、もう壊れる可能性が高いので、そうすると自給自足に近い形で地域的にやっていくしかない。海外のものに頼るっていうのは、まあ安全なうちはいいですけど、今みたいに世界が世界中がきな臭くなってくると、私も食料問題が起こってますね。エネルギーとかもそうですから、中東から主に運んでるわけですから、台湾有事の時はもう大回りしなきゃならなくなって、そういうものに頼れないっていう状況が生まれてくる可能性高いです、日本の場合。だからみんながそういうことにもうちょっと本気で気がつけば、一人で逃げ出すはずだと思ってるんですよ僕は。鳥取島根の果樹面積で人口割るとヨーロッパの平均と同じだって。日本の過疎地が実はヨーロッパ世界ヨーロッパの平均なんですか。フランスで北海道ぐらいだって。だから東京なんてのはもう果樹もいいとこで、皆さん中国とか、例えば北京とか天津の写真見るから人が大勢いると思うんだけど、あれ中国全体にばらしたのか、本当に日本より桁が一つ低いぐらいでこいつですよね。そういう牛詰めの国なんで、いろんな特徴が出てくるんですけど、やっぱり東京にいなきゃいけない、つまり紐がついてるんですね。だから遠くにはいけないということで、もうちょっと大きな災害があるともっと遠くに行く傾向が強くなるんじゃないか。だからその先生の参勤交代論っていうのがやっぱり僕はやっぱりある衝撃的でね、やっぱりその東京に紐ついてる人間が紐をすぐに切るわけいかなくても、なんかそういう参勤交代的なね、こう動きっていうのはね、絶対出てくるの。先生すごく前に言われましたよね、はい、何年も20年ぐらい、そうですね、
30年前、はい、ね、30年前ですから。それで僕はであのコロナの時にね、実はそサテライト熊事務所をみんなサテライトオフィスの集合体にしようっていうふうに思って、やっぱり、ね、そのリモートっていうのもね、その逆に 家にずっとねこう缶詰にされてるみたいで、ね、ものすごくなんかストレスになったから、やっぱりこれはもうでかといって海外にも行けないから、ちっちゃなサテライトオフィスをね日本中に作れたらどうかなっていうふうに思って、それ でとりあえずそのサテライトオフィス間を僕は参勤交代的にこう移動するっていうようなスタイルがコロナの時に始められないかなって言って、もうやるしかないと思って、最初に北海道の東川っていうその真ん中の水がすごくきれいな町があって、もう気に入ったから、その東川が1号で、次沖縄で、やっぱ北と南にまず欲しいからやってと思って、でその後それを引きつけたいろんな地方の、 あの町やなんかでうちにも来てくれないかっていうのがあって、岡山の真庭っていう場所と、それから和歌山っていう場所で今4カ所そういうちっちゃなサテライトを作って、うん、そうするとなんかその子育て世代がやっぱしねそこに行ってあげるわけですよ。やっぱ子供はもう東京に育てられないって感じの世代が結構出てきて、それでみんながそっちにこう喜んでいくっていう時代が来たんじゃないかなと思うんですよね。昨日もここに13人子供来てたんですよ小学校3年生から高校生まで。でここで研究発表と称して一人ずつ喋らせてたらちょうど午前中雨降ってるんで、ここで禁足状態になったら、午後になったら晴れたらもういても立ってもいないからみんな外行ってやっぱりそうですね、子供のことを考えたの僕も、東京はとても子供がいるようなところじゃないですね。木って不思議な材料で、その木がその小さなこう木材の塊があるだけでね、僕はで部屋の中の雰囲気変わると思ってるんですよ。でそれはやっぱしね、木がノイズだらけでできてるから、その僕も先生と同じで、ね、猫が大好きなんで、木がそこにいるとそこに猫が一匹いる になんか割と似たような感情が人間に生まれて、全然木がない時に比べてそこにね木の椅子が1個ある、あるいは木の柱が1本立ってるだけでそこの空間全体が変わるなっていうふうに思うんですよね。でそういうのはやっぱり研究してる人がいて、その子どもたちの集中力なんかもね、逆に木の空間にあったにいる方が集中力がなんか高くなって、だからコンクリートの箱に閉じ込められると なんとなくすぐ集中力が切れちゃって、なんかぼやーっとしてるみたいな感じで、それはねやっぱり そこにこう生き物が一匹いるっていう感じを木が与えてくれるからじゃないかなと思うんですよね。もう僕はいいに決まってると思ってますからどうして逆に気にしないんだろう。で、いわゆるマンションとかアパートがどんどん立ち出した頃に、なんか人間ネアンデルタール人に戻ってる、穴蔵作って結局生活してるって感じでなんで穴の方がいいんだろう、うん、ただ無理に号令かけるのはダメだと思うので、まあ、一人でにみんながそういうなんていうか地域に居住するような形になっていくことが望ましいと思うんですね、うん、そうせざるを得ない。それでもうめんどくさいからそういう話になるといつ もう地震待ちってことで結論にしちゃうんですけど一旦来ないと分かんないですから、規模も分かんないし、ここなんか結構危ないんで、富士山の噴火があると一発で影響きますから、うん、まあ、若い学生たちにですね、僕らはやっぱ木っていうものをねこう素材として与えて、あとはお前考えろっていう感じで言えるわけですよ、木だとね。でそれはね、木っていうのがある種自分の体でハンドルできる素材で、自分で切ったり刻めたりで、そういうね自分で切ったり刻めたりするので、こう自分のなんか体の延長みたいにして木を使う、そういう訓練をさせるとね、
やっぱりその今までの素材っていうのはコンクリートに何しろ自分の体と切れてるわけですよ。だから自分の脳だけで一生懸命形考えて、脳の中でこういう形こういう形って言って、それをコンピューターで図面描いて誰かに渡すとそれを作ってくれる。で、やっぱその脳化された素材なんですよね。ところが木っていうのはね、脳じゃなくて手ともっと直接につながってる素材なんで、それを与えてあとお前たちやってみなっていうとね、意外にね、その他の素材にはないようなね、こうみんな自分のこう当事者的なデザインができる。人ごとのデザインじゃなくて当事者のデザインができるっていうのはね、そういう当事者のデザインをするっていうところが結局町なんかにもその自分の責任を自分が責任を持ってデザインするっていうところにつながるんじゃないかなと思って、脳で作ってるとやっぱ基本的に無責任になるんじゃないかなって気がするんですよね。いや、僕はあの先月ブータンに行ってたんですけど、家内行く一緒に行ったんですけどね、もともとのきっかけは最初はあのテレビの撮影で行ったんですけど、次に気に入っちゃったんで 2,3 年経って家内と一緒に行った時に、向こうのお坊さんにそのご本尊を寄付してくれないかっていうことを言われたんですよ。で、それはね、なんかブータンに仏教を持ち込んだグルリンポチェが8カ所で説法した。7カ所はすでにお寺があるんだけど、もう1カ所は何もない、そのうち消えちゃうと嫌だからって、そこにそのご本尊を置きたいんだって。ところがブータンは技術がなくて、そういうものを大きな仏像ですね、そういうものはインドに注文するって、お金がいるんで、日本ならお金あるだろうから募金してくれないかって話。それでその仏像注文するのいくらぐらいかかるのって、インドとか高くないだろうと思って聞いたら、まあ、こんなもんでどうだって、ちょうど女房一緒だったから余裕のある範囲でそのくらいのお金なら自分で寄付できるから、募金なんかめんどくさいって、それでいいっていうので、それを寄付したんですよ。そしたら 2,3 年してね、そのお坊さんがちょっとすまなそうな顔して僕に報告してきて、実はあのお金は皇太后に渡しちゃったって。でそれでどうなったかっていうと、皇太后がお寺にしちゃったんですね。ご本尊はできるまで数年かかったんですけど、それでやっと写真が来て、女房があれどうなったどうなったって言ってる。それでご本尊できたんだけど、入れる場所ができない。そしたらそれを皇太后がお寺を作る、お寺がね、日本と違う、地元の人がみんなでボランティアで作ってるんです。それで結局お寺になるまで10年かかった。それでできたっていうんで一緒に行ったんです、その時も。それで、まあ、開演供養ですね。開演供養一月前に行ってきたから、とてももう予定が組めないので、一月遅れで開演供養にそれで行ったお寺なんですよ。でそれがまた1年ぐらい経ったら、あそこ天寺になりましたっていう報告が来て、それでちょっと行ったら、天寺に付属の施設ができてて、天さんの教育施設にか、それで見たいっていうから今年一緒に行ったんですね。だからわらしべ長者じゃないんだけど、仏像一つのつもりがいつの間にかお寺になっちゃって、それで学校になっちゃったんですよ。一人でにそういうふうに育つんです、なんか種が。だからなんか物事って我々こうお寺なんておそらく熊事務所に頼んでこういう設計っつってやるでしょ。普段なんかそうじゃなくて、種があると一人でにこうわらしべ長者が大きくなった。そういう大変面白かったんですね。で今36人の海女さんの卵と6人の教師と40人ですか、それで毎日厳命でお寺の設立に関わった方の健康長寿をお祈りするって言ってるから、これ以上長生きしてどうするみたいな感じになってます。そういうなんか自然に動いていくのがなんかそのお寺もちろん木造ですけどね、そういう社会全体のあり方と関係してる気がする。本来は建築ってそういうふうにこうずっと
変化し続けるもんだと思うんですよ。だから人間の生活もどんどん変化し続けるし、やっぱり予測不可能なことがいろいろ起こるわけだから、それにこう追随していくっていうのが本来の建築でね。でそれをなんかもしその脳で考えて、その脳で考えたものをコンクリートってもんで固定して、もう取り返しがつかないものを作っちゃうと、もうその後もう人間はどんどん変わり続けるわけだからね、もう対応しできるわけないんですよね。だからそれが日本の木造建築って違っていて、やっぱり絶えず変わっていく生活にどういうふうに対応できるかっていうのがね、もう圧倒的に世界の中でレベルの違う流動性を持ってるわけですよ。だから柱の位置なんかも日本建築で動かすことができたわけで、で柱が動かせる建築って世界に例がないんですよ。柱って建物を支えてる構造なわけだから、絶対動かしちゃいけない、動くわけがないっていうのが西洋の基準なんだけど、日本は柱がその動かせたのは屋根を固めてたからなんですよ。だから屋根を全部和小屋っていうシステムで、屋根の中、屋根と天井の間に細かい骨組みで固くしてるから、その中でその下は柱を自由に動かしてもなんとか支えられるっていうね、こんな流動的なシステムはなくて、でそれをなんかね、日本人っていうのがそもそもその脳で考えるということに対するある種の危機感みたいなものをね、とか危険性を感じていて、木っていう素材に近づいてきたからであって、そういうのが今のブータンの話を聞くと、やっぱりブータンにそういう日本人と通じるようなものがありますよね。非常に居心地がいいところですよ。僕もブータンに10年ぐらい前行って、なんか信州の山の中に来たみたいな、信州に似てますよね、屋根の勾配の屋根のかけ方なんかもすごい似てるし、山国ですからね、寒いところになるよ、屋根は乗っけてあるだけですよ。そうなんですね、隙間があるんですよ、鳩が入って実は38年私は生きてれば101歳のはずなんですけど、とてもそれ見られないなと思って、その先の日本がどうなるか、多分そのさっき申し上げたように多極化したみんながそれぞれの生き方をかなり自由にやっていけるような世界になればいいなと思って、そういう時に大きなコンクリートの建物はいらないので、最後に久保さん言われてたように、こう融通が利くフレキシブルな建物で、生き方自体もそういうふうになって、僕らは僕が現役の時に、特に大学ってシステムではめ込まれてましたから、本当にもう融通の利かないシステムで、建物の中の部屋のやり取りでも上野先生が部屋のやり取りはもう祖先の墓を動かすようなもんだよ隣の教室とこの部屋をどうする、どうするこうするなんて、もうカチンと固まっちゃって、別に固めておく必要は何にもないのに、考え方自体がそうなっちゃってるんですね。それがもっといい意味で緩んでくるといいなと。本当に 大学なんかそういう農家社会の 極端な極地みたいなもんですからね、もうあの部屋のやり取り、部屋の陣取り合戦は僕も本当に疲れましたね目標3周年おめでとうございます。いよいよこれから4年目に入っていくわけですけども、目標の活動ですね、やはりいよいよ社会が目標を必要としている時代になってきたなというふうに感じます。その時にですね、目標の活動で何が助かるかというと、やっぱり未来の世代を幸せにするために目標というのはあると思うんですね。未来の世代はですね、このままいくとやっぱり環境の問題で大変なことになる、でそれをモクションが救ってくれる、でそのためにですね、若い人がもっとこの場所に集まって、もっといろんな知恵を出してくれて、でそういうふうな、未来を考える広場にモクションがなっていけばいいなというふうに思います。